Thank you.
踊れ、コロハと踊れ。さすがだわ、私のスネアク。落ちた妖精王を返してくれてありがとう。ああ、ドレスに王冠、杖に靴。
なたが集めた4つの宝が本当の意味で使われる時が来たのだわ。これらは城を開くための鍵、同時に王に捧げられる4つの祝福でもあるの。城が開かれるのは妖精王を返す時、そして返した勇気ある者を新たな王として祝福する。それがこの城にかけられた魔法の真実なのだわ。でも妖精王を継げば私たちと同じ存在になってしまう。もう二度と人らしく生きることはできないわ。ねえ若木、私のかわいいかわいい人、妖精は永遠を生きる。でもそれはあなたの美しさではないのだわ。届かないかもしれない夢へ手を伸ばすこと、何かを残そうと必死に生きること、それは愛しい愛しい人の特権。私はもっとそのきらめきを見ていたい。だからこの祝福はあなたの枝が引き受けるわ。邪魔をする嫌な人たちを私の国から追い払いましょう。結局ここまで入り、こしゃくな妖精どもめ。しまった。聞け、下劣な妖精どもよ。この地に我らの探し人が逃げ込んだらしい。貴様らならその居場所を知っているはず。解く姿を見せ、問いに答えよ。いや、痛い。あ、ここまでだ。術を解いてくれ。インフィリア、悪い娘だ。何度ネズミどもにさらわれたら気が済む。私はユルモアには戻りません。みんなの邪魔もさせない。おお、なんだそのふぬけた構えは。誰に習った？我が教えを授けた歴代の巫女は誰一人かような無様をさらさなんだ。恥を知れ、己は無力とわきまえよ。貴様が生きるべきは
唯一我が主の庇護下のみよ。あいつが自分の名さえ理解しない頃から閉じ込めて何もできないようにしたのはお前らだ。それが今戦おうとしてるんだ。無様だ、無力だとよくも言えたな、クソジジイ。逃げてばかりのネズミには分かるまい。戦場は地獄、闘争は不毛。安寧のうちに得る平和こそが唯一の幸福である。見て、空が。勝ったんだ、闇の戦士が。なんてこった。ランジード将軍、いかがしますか。愚問よ。この者らを退け、直ちに闇の戦士を探し出す。全軍突撃、反逆者どもを捕らえよ。おい、聞こえなかったのか。突撃だと言って。ティルドレイン、アクトロールワイン、アクトロールワイン。なんだよこれ。水たまり、どうしてここだけ。何がどうなってる。お前たち、しっかりしろよ。ランジード将軍、まだ何か来ます。ここは撤退を。早く。貴様らが闇の戦士に組しているのは明らか。我が主は必ずや秩序のため裁きの鉄槌を下すであろう。なるほど、それで新たな妖精王が誕生したわけね。
妖精たちの力を貸してくれてありがとう、フェオール。いや、新たなティターニア様。久々の闇夜だもの。みんなはしゃぎたかったのだわ。だけど覚えておいてね、妖精は永遠であると同時に生死の淡いに生じる泡のようなもの。今を生きることだけを楽しみ、いつかの終わりのことなんて考えないし憂いもしない。だから人と心を同じにして未来のために戦うなんてことはできっこないのだわ。それは罪喰いとの戦いに協力はできないということですか？よっぽど気が向かない限りはね。でも恩返しをするとなれば話は別よ。奪った分だけ与え、なくした分だけ作り、もらった分だけ返すのが普遍のイルメグ。だからこの美しい空の分だけあなたたちに力を貸すわ。私はいつでもあなたのそばにいるのだわ。この身は常若の城にあっても、小さな分身を若木のそばに飛ばすなんて造作もないもの。その時はまたあなたのイスネフィッシュ。